さあやっていきますよ。桜大戦の続きです。どうもアザラシです。イエイ。祝福 VTuber 化ということでね、 VTuber 化しておりますね。見てわかる通り今から貨車と一戦交えてきます。上がね、あれ眉毛がない。あれ上の方にある。あ、下向きすぎて、燃えろ下向きすぎて人も街も、ここまで顔を縮めないと、ゴミは全部燃えてしまえ、ここまでしないと眉毛出てこない。あー、 VTuber 化の文字もいいかな。そしてテートを火の海に沈めてやろう。あ、そうか、こうやって矢印出しておいて、これでこう、ここがどうのこうのやるから、ここがどうだねみたいな。ちょっとやってみます。特貫工事だけど、これでいいの、これでいいんだ、こうできた。これをこう使っていくと、よし、頭いいかな。そこまでよ。でもこれ白いところ見えないね。いろいろ考えながらやっていきます。このね、右にいるのはね、ちょっとうるさいっちゃうるさいんだけどね、意外と早く出てきましたね、帝国歌劇団。もうちょっと左に入れたら、あ、まあ隠れるね、オッケーだね。貨車自体はさ、全然怖くないんだけど全然怖さがないよね。あれをご覧なさい。まあ桜大戦の実況ね、今日やろうと思ったら、なんかあの認識しなくて、あの二人は丁重におもてなしをしてますよ。全然映像は来なくて、音だけで壊れたかなと思って。で、なんやて？ドリームキャスト3台、今3台うちにあるんだけど、2台引っ張ってきて、決まってるじゃないですか。どう直さなかなと思ってやってみたんだけど、燃やすんですよ。今使っているこの2台、爆弾が爆発する、今まで使ってきたこのドリームキャスト以外の、あのゴミどもの最後です。片してた残り2つは、電源はつくんだけど、ディスク読み込まなかった、ね、いつ焼かれるかわからぬ恐怖を味わっていることでしょう。結局今まで通りのやつが治ってくれたからよかったけど、そろそろドリキャスね、こんな演出を施してもらうのに、買い替えるというか、運の良いゴミどもですね。まずいのかなと思ったりもしています。この野郎、いい加減にしろ。矢印がちょっと、矢印がうるさいな。矢印だけ移動、ここに移動。カンナ、貨車の相手は後よ。まず織姫たちを救出するのが先だわ。先だわ果たして間に合いますかね。黙ってるのに口が開いてるようになっちゃうの、それ嫌だな。まあこの試作段階のアザラシみたいなの、とりあえずこれを使っていくけど、早くバージョンアップして、ちゃんと口の動きを追従するとか、見せ場が来ますよ。眉毛がちゃんと見えるようになるとか、ヒゲがボーンってならないようになるとか、直したいね。いずれ直します。あ、そうか、戦闘シーンはズバンズバン飛ばしていくんだった。カバウを織姫にして、あれ織姫は、織姫いないね。話聞いてないまだ。誰がいいかな。スミレ君かな。スミレ君、君の隊になってもらって、ただ見て。で、隊長命令は火で一気に行きます。ここからは編集の腕の見せ所だね。ぶっ飛ばしていきます。のんびりしてんな、貨車は。
片思いに爆発すりゃいいじゃん。何やってんのこの人。これ十字ホムラというのとりあえず一つ。エリン強い。槍で一つ。目標撃破。槍で一つ。お、織姫捕まってたのか一緒に。怪我は大丈夫。何頬染めとんねん。一回かばわれたぐらいで乙女心揺れすぎ説。翔一さん、心細くなってる織姫。織姫ともあろう。見せ場が来ます。これ作戦ちょっと間違えたね。風に変えます。玉砕確保で一応これで2体。距離が短くなったね、さくらくん。一直線攻撃やりました。ここでレニが森で一つ。やはり格殺。どこだ？どこだ？ゴムゴムのパンチ。目標撃破。ナイスで一匹。アイリス。でコーランでもう一匹。これで倒せるといいんだけど、倒せるかな。よし、ちょうどいい感じ。結構苦戦してますここまで。これは一発かな。よし、ナイスビレ。ナイスビレ君。出したことありませんわね。小屋の中です。左右にパパと心から別れなくて縁か。それでそんなこと本当に思ってたのか。おいくね。そうなんだよな、織姫は一般人じゃないんだよな。 なんだってパパもさ、大概その味方とは限らないよな。敵側のキャラかもしれない。そういうとこ用心していけ。一番乗りか。目標撃。これで。嘘だ。嘘だ。それじゃあ、え、大神が行かなくちゃダメなの。僕は道路がそこまで行かなくちゃ。レニの技能があったら多分なんとかなるぞ。やば、近づかれた。あー
2匹目だね。そして3匹目。これまずいんじゃないか。あ、ギリギリセーフなんだ。へえ。じゃあこれでなんとか。これでなんとか。これでなんとか。織姫くん。これが爆弾か。早くなんとかしなければ織姫くんが。爆弾解体なんて初めてだけど、ここはやるしかない。いや、誰か、ね、コーランあたり呼んできた方がいいって、絶対。コーランの方が成功率高いって。慎重に解体しよう。当然だ。まずはこのネジを取って、まあ、次は右上の蓋を外す。よし、蓋が開いたぞ。うわ、中も複雑だ。これはもう少し。中に何か落書きがしてある。3、9。一体何の番号だろう。3、9。あ？頑張ります。まだ続くのか。終了か。なんとか直してほしい。なんか縦横無尽に配線が走って、あ、制御装置が見える。あれに繋がっている配線をなんとかすれば。一応ね、大神将尉もね、一応大神将尉も海軍の首席かなんかだ。39だろ。9ですわ。これぐらい忘れるほど毛頭じゃないですね。鳥頭じゃないですね。系統？よし、制御装置は解除したぞ。爆発物自体に衝撃を加えなければこれで。この壁の向こうに降りていくか。とっさの判断で。そうか。失敗したわけじゃないよね。お前があの帝国歌劇団の一員だったとは。あの選択肢もあったけど。それなら彼らはきっとお前を助けに来てくれるよ。でもこんな危険な罠に飛び込んでくるはずないわ。それに私いつもひどいことを言ってたし。そこは気にするな。彼は、大神さんはきっと助けに来る。彼はそういう男だ。何言ってんの。私のように逃げたりはしないさ。大して知りもしない大神のことを、なぜなぜそこまで信じるんだ。織姫、お前の仲間たちを、そして大神さん。言うてさ、織姫にもなんか少尉さん、パワーが、霊的なパワーがあるから、織姫のパワーで逃げれると思うから。ガチで。お姫くん、尾形さん、無事ですか。この声は貨車よ、間抜けなのは。おお、ぶち壊してきてる。少尉さん、少尉さん。出にくそうだよな、工具って。どうやって出るんだろう。おお、王子様ですね。迎えに来たよ、織姫くん。って言う？ありがとう。あ、はい。大神さん。最近の人だった。って言われますね。少尉さん、本当に来てくれた？大事な仲間だからね。そこで日本語とかどう？これが一番、これが一番。さあ少尉さん、グズグズしてる場合ではありません。心を開いた織姫の可愛さは異常。遅すぎ。大神さん、
織姫を。ブーストかかるまで遅すぎ。織姫ルート入りてえな。入り方がわかるんだよな。私は行きます。大切な人のために。大切な人ってのはもしかして匂わせ。そして必ずみんなを守ってみせます。服さえな、服さえもうちょっとなんかこう、なんかもうちょっとよし、とりあえず今日はここまで。ほんなまた。